支援のような、なんでしょうか、なんでこんなに盾になってるのかなっていうか、なんか人を見てんだけどめまいがするんだよ。どこ見たらいいのか分からないぐらい、すごい今変わった形の、態度でですね、一昔ローマでね、こういうところでライオンができたりね、ちょっと僕らライオンとかしたところがあるね、この辺なんですけどね、まあでもこうやってね、すごいね、この街っていうかね、すごく気持ちがいいところで、3人でやるのもちょっといいかなという感じで、まあ、先のステージでやったけど、まあ、若干できればね、ちょっと変えたいなと思って、次の曲はですね、まあまあ、僕ら基本的に、沖縄でずっと、活動していて、まあ、僕はさっき、まあ、東京、まあ、30年ぐらい前から、まあ、基本的に言えますけど、活動は沖縄から、ずっと変わらずにやっていて、で、そういうところで楽曲、もう本当に自然に生まれる、場所であります、まあ、僕らラケンっていう、まあ、そのスタイルでもあるんだけども、まあ、僕らの中では、ラテンのちょっとしたまあ、ラテンの味付けで、まあ、しまう歌かなっていうところは、まあ、自分たちでそう思っておられるんだけど、次の曲はですね、今から19年ほど前にできた曲です。沖縄の